富岡八幡宮骨董市です。前回富岡八幡宮をご紹介しましたが、今回は境内で行われていた骨董市を紹介したいと思います。何か買っていきたいと思います。水晶原石ですね。買います。古銭です。買います。他にも何か買いたいと思います。店のおじさんが相撲の番付表を進めてきました。買います。これは買います。買います。勢いでいろいろ買ってしまいました。また行きたいですね。それではバイバイ。